い、ということでですね、本日はピッチロコドルフェスお集まりいただきどうもありがとうございます。ありがとうみんな。なんかね、もうこの朝の段階の時点でも席がほぼ埋まってるんじゃないかなっていうぐらい人が来ていただけてて、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。皆様本日のイベント楽しみにしてたでございましょうか。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回のですね、ピーチロコパにはね、岡山県でのロコドルパーティーの開催ということでね、岡山県が地元の私がなんかね、ふざけたフライヤーを作ったりだとか、ふざけたタイムテーブルをね、作ったりだとかさせていただきましたので、はい、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうもどうもよろしくお願いしますという感じで、本日はですね、サウスビレッジが全て貸し切りとなっております。久々にですね、2階の調理室を使ってロコパキッチンの方も開催されますので、でですね、ロコパのキッチンの方は私がモモニャンとね、一緒にモコモコのガチ、ニャッツ祭りということで、なんかあんなものやこんなものをなんかジャンジャカジャンジャカの上で作ってると思いますので、ぜひ遊びに来ていただきますと嬉しいです。他の M さんもされてるんで、よかったらお昼休憩の遊びに来てください。ですね、可愛いアイドル見て、美味しいもの食べて、物販して、でまた可愛いアイドルを見るという無限ループをさせてね、してもらったらいいかなと思います。ということで本日のイベントの夜です。本日はですね、コールありですので、こっちのね、脇席の方たちも、こっちのね、カメラのね、席の方たちも、皆様もう盛り上がってもらって存分に楽しんでください。でですね、会場は半分に分けさせてもらって、椅子エリアは着席して観覧という、着席してとは書いてあるけど、盛り上がっちゃダメとは書いてないんで、はい、着席したまま体力温存しながらね、盛り上がっていきましょう。そしてこちらの、こっちのスタンディングのエリアが脇の席となっております。みんな幕準備できてるかーい。できてるよ。できてる。脇隠さないで。はい、ということでですね、アイドルさんが楽しくパフォーマンスできるように盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。でですね、スタンディングのエリアでのね、地蔵でのカメ子さんは禁止となっておりますので、禁止となっております。三脚はですね、椅子エリアの後方、ここのね、後ろの方ですね、ここの後方の方、もしくは壁際でよろしくお願いします。アイドルさんがね、楽しくパフォーマンスできるようにって書いてあるんですけど、盛り上げることだけが攻めじゃないんで、まあ、盛り上げもね、盛り上げも大事なんですけど、盛り上げもしながらいっぱい写真撮ってもらったりっていうのでもめちゃくちゃ嬉しいんで、どうぞよろしくお願いします。終演後の物販は4時30分で終了となっております。今回はですね、1階も2階も両方とも物販のスペースがあって、演者さんもめちゃくちゃ多いので、もうパッ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 って感じで行ってですね、せっかくいっぱいね、来てくださった演者さんのところたくさん回っていただければしたらなと思います。物販の会場はロビーと調理室、そして2階の会議室となっております。なるべくいっぱいスペースでステージを見ながらいっぱい物販に回ってください。でですね、そして撮影会や物販時の撮影は各グループのルールに従って行っていただきますようよろしくお願いします。そこの、撮影だけじゃなくて、ルールがあると思ってそちらに従っていただいて、ということでですね、肩に手を回したりお姫様が抱っこなどの肩の接触は運営が許可していない限りおやめください。やってるね。ということで、はい、他の方がね、どうか分かんないからいまいち何とも言えないんですけど、私のステージの時は1曲だけ多分それが OK の時があるんで、肩回すのが、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、あ、肩組む方ね、肩組む方が OK の曲があるかもしれないし、ないかもしれないんで、あ、そう、私の時ですね、私の時は OK だと思うけど、他の人の時はね、その人のルールに従っていただきますよ、どうぞよろしくお願いします。ということで本日のタイムテーブルです。ちょっと待ってね、髪をさ、めくらないといけないんだよね。ほら見て、どんどんふざけたタイムテーブル。ちょっと待って、これ可愛いでしょ、ロゴ自分で作ったんだよ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいんだよね。ということで、10時30分からオープニングの MC、 そして10時40分からはシェリーミミちゃんっていう風にこっちには書いてるんですけど、オープニングでですね、本日はおうちが出てくれますので、かわいいわね、あんた真っ白じゃないの、お姫、
可愛いね。ということでオープニングで出演してくれるので、そちらのアーチが出演したあたりですね、シェリー・ミミ、そしてミュウちゃん、戦国武将女、つむぎ、糸葉、キミネム、チャーミー、そしてですね、ここの間に休憩でロコパキッチンがありまして、青木、アリア、ドームサイ、パレット、キミニロ、セレスティアル、ロド、アイ、ミミ、ヒロ、モモニョ、ココアということでですね、はい、あの先生から取りをさせていただきますので、どうぞあの後半でいいカフェでもね、前半でも後半でも盛り上がれるように体力を残しながら楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。あのカメラのあれもちゃんと確認しながら撮るんだよ。ということでですね、私のステージが終わり次第物販ということで、物販の終了時間が4時半となっておりますので、4時半の終了の時間だけは原始の方よろしくお願いします。ということでですね、はい、失礼しました。なかなかと、今何分ですか？あ、全然セーフですね。はい、ということで皆様、本日は本当に本当に来てくださりありがとうございます。とですね、長い時間というか短い日というか、そんな感じでございますが、ぜひね、一緒にみんなでこうギュッてなって楽しんで、楽しい思い出を作っていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。ということで、オープニングの青木ちゃん、よろしくお願いします。私は退散する。ありがとうございました。